爆食マサメスタチョウチャンネル、はい、ということで始まりました。今日はですね、焼肉キングさんでございます。最高でございます。はい、今日は目いっぱい楽しんでやってやりたいと思います。さあ行きましょう。はい、ということで、とんでもなく埋め尽くされましたお肉で最高でございます。はい、乾杯。始まりです。いきます。最高だわ。では牛タンから焼いていこう。こうして、カルビスープを飲みながら待つんです。これが私の焼肉キングルーティーンです。うまい。辛さが選べるんですよ。辛とかゼロ辛とか、あれが嬉しいね。うまそう。キムチ、おいキムチ。さあ、じゃあ行きましょう。もうこれが、この厚切り牛タンが本当に好きなの、焼肉キングさんの。これをめちゃくちゃよく頼むんです。で、このネギみじんを巻いていきます。これをこうしてこうだ。マジうまい。さあ、じゃあどでか肉焼いていこう。このロースの大きさマジでやばかったからね。うわおい、顔見えないじゃん。薄切りタン、薄切りタンね、最初に頼めるからいいですね。私は焼肉ほぼネギ塩で食べますんで。うわ、最高。え、本当に美味しそうすぎ。いくよ。じゃじゃーん、やばい。あ、すごいわ。めちゃくちゃ美味しい。国産牛だ。食べ放題ですよ。すぎるだろ。さあ、塩レモンでいきますか。あ、うまい。薄いのもうまいわ。焼くの時間かかりそうなのか言ったわ。これは今期間限定のあれだね、バーベキューうんちゃらで、ハラミもいっちゃおう。うわっすっすっ、野沢菜キムチ珍しい。うん、そう、結構辛いけどこれうまっ。絶対お肉の上に乗っけて食べても美味しいやつ。肉カッティングをします。よし、バーベキューポークかな。うまっ。かなりスパイスの効いた、美味しい。
こんなに分厚くてすごい柔らかいわ、ほんと最高ですね。柔らかっ。はい、2杯目、乾杯。この何バーベキューの豚のやつ、これとビールすごいわ。もう私今キャンプのなんか外にいる気分。野外すごい。うん、なんか喜んで食べるんだって。ハラミじゃじゃん。うわ最高やん。ハラミ最高だわ。程よいねっとり感というか最高。野沢菜キムチをハラミの上に置いていきます。うん、うまっ。最高。うますぎる。いただきます。さあ続いてこれ花咲き、花咲きかな、ガリバタで食べるのって。うわーすごい。なるほど、こうなってるのね。これがじゃじゃーん、四大名物のキングカルビでございます。うわーすごい。うわ最高。せーの、はい。おこうよ。うわ半端な。うわおいおいわ天才。何がちゃいけないやばいな。絶品だよ絶品。いうまおいうまおい。キングカルビこれいいね、見栄えもいいしね。あ、あこがわ、うん、好きなやつ。いやこれ好きなやつだわ。結構噛み応えがしっかりしてあって、肉感を感じながらもやっぱカルビなんてね、柔らかくて脂が乗ってて、うまっ。これこうだわ。これこうでした。あ、味噌がない。味噌がないからこれを無駄なキムチを入れての、骨付きカルビ、バーベキューのやつだね。いいね、軟骨感あるんだね。バーベキューソースついてた。気をつけて。うん、あ、おいしい。うわ、アメリカン。なんだっけ、これバーベキューソースですよ。これちょっと甘辛酸味みたいな、ケチャップが強いというか、なんというか、めちゃくちゃうまい。うん、
けて焼くのがそれからとか。でも後付けでもめっちゃ美味しい。やばい。リブロースステーキでございます。わさび醤油でいただきたいと思います。よし、いきます。うわ、うん、やわらか。なんかいろいろと来ました、追加が。代わりスープ。これめっちゃ好きなの。うん、じゃあさらっと焼いちゃおう。ホロコンがないのに。ああ、肉が柔らかすぎる。枝豆。お肉だ。うん、ばば、ミニ冷麺です。ありがたいね、ちっちゃいサイズで。たこ焼き3個だよ。いいサイズですね。うまい、揚げたこ焼き。これが柔らかホルモンで、コリコリホルモンで牛レバー。じゃん、ちょっとレモンサワーに変えました。氷結なんだって。氷結のレモンサワーが飲めちゃう。あんま、なんで焼肉はレモンサワーとビールがこんなに合うんだろうか。レバー、うわ、うまい。すごい。ああ。キングの柔らかホルモンめっちゃ好き。超うまい。
あ、コリコリホルモンと柔らかホルモン全然食感違うわ。コリコリうまい。これすごいね、つぼみの、うわ、すごいでしょ。ババン、で、横でカルビを焼いちゃう。はい、韓国なり。これはもう、ね、街の時に乗るやつです。よし、ではカルビいきます。うまっ。油の味がめちゃくちゃうまい。わぁ、緑うまっ。すき焼きカルビ、うわぁ、最強。さあ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 、ちょっと甘味を頼んでみました。珍しく。これがルマンドとなんかコラボしてるって。キングスロッピーぐるぐる混ぜてねって。もうちょっと混ぜて、いちごソフトにして、そう、ね、ルマンドが硬くて割れなかったのでいきます。なんか今どきな味だね。おいしい。すごい、思ったよりアメリカンだ。あ、じゃあこれはね、なんかね、炭酸クラッシュゼリーって、パイナップルクラッシュゼリーにしました。わぁ、うまい。これはもう完全にジュースですね。うん、じゃあ混ぜます。はい。うわぁ、すごっ。よし、行きます。リゾット。うまい。最高だ。うまっ。濃厚。チーズが2種ぐらい入ってるのかな、これね。すごい味が深いです。飲んだ。
はい、ということで完食いたしました。いやーもうキングさんのプレミアムコースだったわけでございますが、もう大満足でございます。幸せでございました。はい、また来たいですね。ごちそうさまでした。この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。